eat the snot in a can! Shall we have some steak tonight? すっごく嬉しそう、あの親子。皆さん、本当にありがとうございました。みんなあんなに喜んで。こっちも頑張った甲斐があったってもんだ。だが食料を求める人がこんなにいるとはな。ハワイでは年々物価が上昇してるんです。特に家賃は高くて、ファミリー向けのアパートなら月3000ドルほどします。3000ドルってことは30万円？高級マンション並みじゃねえか。ですから仕事をいくつも掛け持ちして、なんとか家賃を払ってるような人が多いんです。ほんと参っちまうよな。俺みてえなのは毎日カツカツで暮らしてるよ。トミーはもう少し真面目に働く余地があるんじゃない？うっせ。ハワイっつったら地上の楽園みてえなイメージだったけど、せちがれえ話だな。ええ、みんなが自分のことでいっぱいいっぱいになる時こそパレカナの精神が必要だと思っています。弱き者をいたわる、それをちゃんと実践できているのがアカネさんでした。どうだみんな、アカネさんの手がかりになりそうなもの何かあったか？いや、俺はなかったな。私もアカネさんを知ってる人がいないかちょくちょく聞いてみたけど、知っててもいい人、優しい人って話くらいしか聞けなかった。俺もだ。一旦空振りってとこか。そうでしたか。なあカロンさん、アカネさんは他にどんなことやってたんだ？そうですね、ビーチのゴミ拾いと町の見回り活動でしょうか。これに参加するのはアカネさんの毎日の日課でした。そいつも手伝わせてくれねえか。もちろんあんたが良ければの話だけどよ。え、よろしいですか？じゃあ今日は夕方からアロハビーチを清掃する日なので、まずそちらのお手伝いをお願いします。時間になったらアロハビーチに集まっている京都たちに合流してください。私もここが落ち着き次第向かうつもりですので。夕方にアロハビーチだな。ありがとうよ、行ってみるわ。ずいぶん熱心じゃない、一番。え、そりゃ人助けにもなるし、アカネさんの手がかり探しにもなるからよ。なんか変か？うん、別に。Aloha Beach before sunset. Still have daylight to burn. Oi. Maybe let's unwind for a bit. You haven't had a break since you came here, have you? Besides, if you're in Hawaii, you might as well do something Hawaiian for a change. Yeah? Like what? Surf, tequila lessons. There's a lot to do. I still enjoy things for a change. Tony's always said, I'm running around nonstop. True. Guess it wouldn't hurt to relax, huh?任せて。 Hey, I know. There's a travel agency over by Worldwide Market. Tourists go there all the time, and I'm sure there's a lot they can recommend. The local, I don't know how to feel about that. But hey, it might be fun. Okay, sure. Why not? Closest taxi.$74, huh? Oh, come on. Some free points. Hello.アロハ。戦闘準備完了。全力で保つぜ。All right. Oh,
これじゃ大丈夫できちゃねえか。